大賞 in 2020。さあ、ついにやってまいりましたアイドル大賞の発表です。この賞は今年1年間で最も活躍したアイドルに対して贈られます。今回ノミネートされたのはこの6人です。審査は写真集売り上げ、カラオケリクエスト、テレビドラマ視聴率、バラエティ視聴率、アイドル人気投票、以上5部門の総合ポイントで行われます。まずは各部門ごとの発表です。年間写真集売上ポイントの発表です。年間写真集売上第1位は、神崎愛さんです。年間カラオケリクエストポイントの発表です。年間カラオケリクエスト第1位は、神崎愛さんです。年間テレビドラマ視聴率ポイントの発表です。年間テレビドラマ視聴率第1位は、神崎愛さんです。年間バラエティ視聴率ポイントの発表です。年間バラエティ視聴率第1位は、神崎愛さんです。年間アイドル人気投票ポイントの発表です。年間アイドル人気投票第1位は、神崎愛さんです。以上で各5部門のポイントが全て出揃いました。それでは総合ポイントの発表に移ります。アイドル大賞は誰のものか、いよいよ発表です。2020年度アイドル大賞は、新庄さん皆さんのおかげで私何
一番お前の世話を焼いたのは。そこにいる男よね。え？マネージャーさん、この1年間本当にありがとうございました。大賞がもらえたことよりも何よりも私、あなたに。はい。はい。あなたに会えてよかった。緑に色づいたイチョウの木から。プロジェクトはすべて終了したわ。よくやってくれたわね。あなたの能力は本部も高く評価していてもう次のプロジェクトのオファーがあったわよ。本部の連中は第二の神崎愛を作るつもりなんでしょうね。あの子はあなたの愛は、あの子一人なのにね。もちろんあなたにとってだけじゃないわよ。私にとっても、博士にとっても、ファンの子たちにとっても、神崎愛はあの子だけよね。あの子はもう動かないけれど、きっと私たちは忘れないでしょうね。あの子がここにいたって